ごめんなさい、ごめんしちゃった。なんか iCloud でもどこまでもどっちでも送れなくなっちゃって、なんで？ない、怒れない気がする。なんか年金落としてとかいろいろやってみたけど、受信はできるんだよね。でも変じゃない？受信はできるのに送信が一個もできなくて、もうめっちゃやってるんだけどさ、もう携帯の容量がないのかな、 iCloud？ それ関係あるかな。でも私よくあるじゃないですか、このメールが送れないみたいな時よくあったのよ昔から。多分iCloud 用のユーザー名またはパスワードが間違っていますって出るんだよ。 iCloud の容量があるないのはさ、でもドコモメールって関係なくない？それって、だったらずっと容量ないままメール送ってるからどういうこと？メールとパスワードとか合ってるのに、どういうこと？マジでしっかりしてよ。もういや、いかんな、私はもうどうしたらいいか。みたいな容量はあと100ギガもある。これドコモの通信障害って関係するのかな。テレビの音でかいわ。ごめんなさい。でもドコモメールじゃなくて iCloud で送っても送れない。どっちも無理。そのまま寝ますか。実は今ちょっと寝てたんですよね、20分間くらい。困った。一旦頑張ってみて、無理だったらドコモショップ行くので待っててください。ドコモショップ行って解決するものなのかな、これって。なんなんよそのうち。めっちゃケース基盤できたし、携帯ケース。ついさっきアップされたけど、4月のコンサートを昼に思う。あ、それも発表されたんだ。そうです。
あくびしちゃった。そうなんです、昼公演は OG がいっぱい出ます。わーい、今日久しぶりにびっくりドンキー食べた、昼めっちゃ美味しかった、大好きびっくりドンキー久しぶりに食べた。でも都会だとさ、びっくりドンキーってフードコートにあるんですね。お昼に食べました、ごめんなさいこんな体勢で。あ、店舗もあるけど違う違う、フードコートの中にあるのってすごくない？びっくりドンキーってだからショッピングモールとかなんかそういう施設のフードコートにもびっくりドンキーあるんだと思って、まずは昨日ショールームできなくてごめんなさい、私のミスです、もう昼にやっとけばよかったのに、すいません。トムさんにプレゼント渡してお手紙も読んでもらいました。うん、トムさんのドレス姿が綺麗で細すぎた、トムさん背中めっちゃ綺麗だった。私はオープニングとユニットに出演させてもらったんですけど、そう、そのことも全部メールに書いたんだけど一旦いいわ。なんで三つ編みだったかって、トムさんに髪の毛何がいいと思いますかって聞いたら三つ編みがいいと思って言ってくださって、なんでですかって聞いたらなんか三つ編み前してて似合ってたイメージあったからって言ってくださったから三つ編みにしました。なんか稽古会自体久しぶりだったし、なんか17人全員が楽屋にいるのが新鮮すぎて、
れてはないんです。体のあるところが痛くて痛い痛い。すごい配信してる。痛いってずっと言いながら。薬飲もうかな。絶妙な時間だな今。ね、昨日じゃなくて本当よかったけど。すごい見つけたわ。セブンイレブンのカレーフェスだって絶対に美味しい。みんなご飯食べました？夜ご飯食べるか食べないか迷ってるけど、食べるって言っても家にあるもの食べるしかないんだけど。何食べたの？明太スパゲティね、ローストビーフ、モス。いいなぁ。でもやっぱ久しぶりに食べるびっくりドンキは美味しすぎた。うわぁ、鴨そばとかいいなぁ。そば食べたい今。そば食べたいなぁ。本当にメール送れないのやだ。なんでもう。1369日ありがとうございます。おそば食べたいかも。ね、あったかいもの食べたい。いちごミルク飲んだ。まだ昼は元気だったんだ。ちょっとウーバーイーツ見てみよう。でもあんまウーバーイーツしたくないから。食べない、頼まないけど、そば見て満足しそう。写真見てが
満足するわ。いや、明日のお昼頼もう。すごい、こうしようかな、一旦。あ、すごい映る。近くてもいい。ごめんなさい。じゃあ近くしよう。今日久しぶりにこのパーカーを出したらさ、ここがちょっと黄ばんでた。ほら見せるなって感じだけど、黄ばんでた。ここ汚れを落とさないといけません。うん、私白い服絶対汚すから本当に大事に着ないとすぐ悪くなっちゃう。これ買った理由はこの紫の、薄紫が好きなので買いました。あと大きいのちょっとだからショートパンツで1枚で着れるから買ったんです。でも足やっぱショートパンツで行ったんだけど、足痩せないとって思った。眠たい。バボちゃん、昨日やっと狼見ましたって。本当にだって私755で毎週毎週多分狼実況するので、よかったら付き合ってください。ああいう時の755本当に荒れます。ナタン可愛すぎて755荒らします。このクッションとなんか髪の毛の色一緒。から見てないから方からしたらちょっと申し訳ないけどね、できるだけリアタイできるように私も頑張る。でも高校生の時とかずっとああやって見てたから、なんか懐かしい気持ちになった。
酔いそう。目の動きが自分でもこっち目動いてるの見える。サッカー？ラグビーだった今からラグビー？あ、違うか、その番組か。11時に終わるね、今日は。すまぬ。全然喋ってないし、今日 WBC って何？世界大会。私全然野球のこととか分かんないから、なんだろうってなってるんだけど。すごい首ない人じゃん、めっちゃ。あ、そうです。15日は茂木さんの生誕に出させていただきます。よろしくお願いします。嬉しい、茂木さんの生誕。もうトモさんいないのか。そう、トモさんね、時間なさすぎる。さすがにまだ1日目だし。そうだけど、やばかったよね、わがままの流れ星。めちゃくちゃ可愛かった。でもトムさんがもう本当にキャピキャピだった。でもやっぱあの衣装って背がちっちゃい人が似合うんかね。なんか茂木さんが着るとすごくエッチな衣装に見えた。可愛かった、ずっと見たかったから。2人のわがままな流れ星は超良かったです。私もやってみたいけど大丈夫ですって言っちゃった。ランキング読んでも良い？私の目。
怖っ。ランキング読みます。間違えた。と13位ハレンチ棚尾チームメイト応援隊さん、12位梅こぶ茶とマークナトリドンさん、11位しんすけとマークナトリドンさん、10位ヤッスンさん、9位リューストさん、8位ゆうきさん、7位マイキャットマーク毎日配信等ありがとうサンキューいつも長文ごめんさん、6位クロケンさん、5位ケンセイマキシさん、4位みほちゃん、3位たくやとマークのトリドンさん、2位イヨ、1位レディオスジンヨシさんです。ありがとうございました。ありがとう、すんません、ちょっと元気なくて。ということで、うん、ここは飲んで寝ます。おやすみ、ありがとね、バイバーイ。またね。